西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はですね、ゴーン被告出国逃亡事件について西田さんはどのようにお考えですかということをですね、チーム西田さんの方からお便りをいただいたわけでありますが、それについて述べさせていただきます。西田ビジョンでも特捜部の問題点は申し上げましたけれども、特捜部に問題があることは私は事実だと思っています。しかしその一方で今回のゴーン被告、この方がですねとにかく長期拘留されて、人権無視でけしからんですから拘留を解くようにということを、弁護団にですね申し立てて、そしてそれが、受け入れられて、検察側はこれ絶対にダメだと、逃亡の危険性があると言ってたんだけれども、わざわざ特例的に、その特例で、15億円の保証、この、お金をですね出させて、それぐらいのお金を預かっておけばいいんだろうということですけれども、ゴーンさんにすればですね、痛くも痒くもないような、お金だったんでしょうね。そのお金は没収されるけれども、自分が、残した財産、世界中に、何百億もあると言われていますから、その母国である、母国の人である、レバノン、ベイルートに、どういうルートで行ったのかわからないけど脱出したという話ですね。で、これはいくらですね、特捜部がけしからんと言ってもですね、今回のこの脱出の仕方というのはこれ当然認められるわけじゃありません。でそもそも、今回、その日産側からのですね告発によってですね、ゴーン前 CEO がですね、自分の会社、日産自動車を食い物にして、かなりのお金をですね使用私的に流用していたと、こういう話であります。これが事実かどうかというのは本来裁判で明らかになるわけでありますけれども、これについてはかなりの、いわゆる内部通報でありますから、それなりの私は信憑性があったものだと思います。でただ問題はですね、じゃあそれを、この証拠としてちゃんと立件するためにどういう手立てが、日本の中であるのかということでありますけれども、日本の場合にはどうしてもまだまだ自白を中心にですね、本人が認めることによって罪が立証されていくという傾向が多いわけですが、欧米の場合にはですね、本人が自白するとかいうこと以前に証拠をしっかり固めておくと。で証拠を固めるためにはですね、証拠を得るためのさまざまな捜査手法が認められているわけですね。日本でもようやくいわゆると、盗聴といいましょうかね、電話を、そういうものをですね、裁判所の許可を得て知ることができる仕組みが作られましたけれども、まだまだ欧米に比べるとですね、その証拠を集めて、それを立件するための、仕組みというのが、まだまだ弱いわけですね。どうしても本人から聞かざるを得ないと。で本人から聞くためには本人を拘束して、本当のことを教えてくださいという話になってくるわけですね。ですから、この日本の司法の制度に、問題があるとしましても、それをじゃあしっかりやっていくためにはその証拠を、立件するための仕組み、そういうものと全体とセットでしていかなければなりませんし、そこには当然それぞれの国の文化、社会の構造、そうした大きな歴史的な背景も含めたですね、文化の、仕組みの違いによってですね、やっぱりやり方が異なってくるわけであります。でそのことを無視してですね、一方的にこれは欧米とはやり方が違うと、こんなことで逮捕拘留は長くなんかやらないんだと、でこういう長く やらせてですね、自白を強要するようなやり方というのはですね、とっても、私は、こんなものは正義とは思われないと、だから逃げたんだと、悪いのは日本の方だというゴーンさんのこの主張はこれ全くで一方的な話でありますし、でこれをですね、反省材料として日本の司法制度改革すべきだというのはこれは本末転倒だと思っています。しかしもう一方で、考えなきゃならないのは、こういうふうに、ゴーンさんは初めから自分はですね全く悪くないと言っているわけでありますが、そしてその人が海外に大きなお金を持っているということも、事前に分かっているわけであります。でその時にこの保釈を解いてですね、しまえばこれ当然逃亡の余地というのはそこに出てくるわけですね。でしかもこれ聞いたところによりますと、プライベートジェットで日本の場合にはですね、プライベートジェットで入ってくる場合にはですね、
この入り鉄砲に出女じゃありませんけれども、昔の江戸時代のとにかく変なものが、麻薬も含めですね、武器が、この日本に密輸されたりしないだろうかというのでしっかり調べる、そういうことがあると。ところが一方で出ていく場合にはですね、日本から害なものが出ていくのは別にいいわというわけじゃありませんけれども、案外、このスルーしてしまうところがあるということが言われています。これかなり日本のこの出入国制度の盲点でありますね。ですからそういうところの制度不備があったことは事実であります。そしてそういう事実があるという現場のそういう状況をですね、肝心のことは裁判所や法務省が全く分かっていなかったということなんですよね。でそこが現場のそういう実態が分かっていればですね、こんなバカな保釈をしてですね、そしてみすみす海外に逃亡を許してしまうというようなお粗末のことはできなかった。つまり机上で、この例えば法律論を言ってるけれども、現場で何が行われているかという現実をですね、全く、このトップにいる、法務省にしましても、検察にしましても、それから裁判所にしましても、もちろん我々政治家にしてもですね、知らなかったということですよね。でここが本当に大きな盲点で反省すべきところだと思っています。で今回のこの、ゴーン事件を契機にですね、そこはしっかりやっていかないと、今年はオリンピックイヤーということもありますし、本当に世界中、から日本はですね、スパイ天国だと言われているわけでありますが、まさにこういうことを許してしまったらですね、日本の情報の、そして国民の生命財産、そのもとも、まさに今は情報そのものがですね、一番大きな財産になっていくわけでありますから、それを守ることなんてのはできないわけでありまして、そういう意味で司法制度に大きな、出入国管理も含めてですね、問題があったのは事実でありますから、ここはしっかり法改正を含めてやっていかなければならないと思っています。いずれにいたしましても、今回の事件で、ゴーンさんが言ってることははっきり言ってぬすっとたけだけし、あなたが、この、違法行為を、この平然と、日本の法を破ることをやってですね、それは日本が悪いからだなんていう話はもうこの100歩譲ってもありえないということでありますし、それに、このそれも言えるんだというようなことを言っているですね、弁護人の方がおられているんですけれども、これは弁護人としてですね、私は恥を知りなさいと申し上げなければなりません。あなた方は、このゴーンさんがやったことを、当然認めないでしょう。認めないんであるならばですね、そこはしっかり、けじめのある発言をしていただかなければならないと思っています。いずれにいたしましても、日本が完全に、舐められてしまった事件だと、ゴーン出国逃亡事件というのは本当に私は苦々しく感じているわけで、二度とこういうことが起こらないようにですね、しっかりとした、この法整備、そして何よりも現場のですね、現場のやっぱりこの意見をしっかり聞いてですね、法整備をしなければならないということだと思います。今週はですね、チーム西田さんの他に、きなかもちさん、ゆうちゃんさん、化石さん、電気屋さん、パテントアイランドさん、瀬戸浦さん、 Y さんが2通、トロッコさん、そしていつものウッキーさん、合わせて11通いただきました。ありがとうございました。